ウエストベスアーティスツコミュニティはニューヨークにあるアーティストや芸術に関連する団体のためのスタジオ及び居住スペースである。建物はニューヨークのマンハッタン島西側、ウエストビレッジの中のウエスト、ベイトン、ワシントン、バンクの4つの通りに囲まれた場所にある。建物はこの通りの中の2つをとってウエストベスと名付けられた。ウエストベスは産業用途の建物を芸術や 住居目的で再利用するアダプティブユースのアメリカにおける最初期の例である。マンハッタンウエストビレッジにある12の建物の集まりであるウエストベースはもともとは世界で最も重要な産業研究所であり、真空管やコンデンサーマイクロフォン、初期のテレビ、そしてトランジスタを生み出したベル研究所の建物だった。施設は ベル研究所によって1960年代半ばに引き払われ、ウエストベス計画が始まるまでの数年間空のままだった。J.M. カプラン財団からの元金とナショナルカウンシルオンジアアーツの支援をもとにして384のアーティストのための生活、制作のための空間を設計する盛大なリノベーション計画がディクソン・ベインの指揮のもと始まった。建築アートに プリツカー賞を取るリチャード・マイヤーによるもので、彼の初めての大規模で公的な仕事となった。ウエスト・ベスは1970年にアーティスト・ダンサー、音楽家、俳優、小説家、映像作家などに向けてオープンした。どのような分野の芸術家も、その分野に精通した人物からなる委員会による審査を通れば入居できる。審査の際には、ある程度の収入があることも求められた。 2014年における平均的な家賃は、電気代込みで800ドルであり、これは近い条件の物件の1、3から1、4ほどである。ウエストベスの中にはこれらの住居向け設備に加えて、大小のスタジオやパフォーマンスのためのスペースがあり、ニュースクール4ドラマ、ラビリンスシアターカンパニー、マーサグレアムセンターオブ、コンテンポラリーダンス、ニューヨーク発の、そして、 世界最大規模の LGBT 向けシナゴーグである W Congregation b ー t e ッ e a m Hot Toller School for Poetic Computation などが入っている。ニュースクールのある場所はもともとはオフブロードウェイの劇場でもあった。ありがとうございます。